かと。さあ、だから俺たちで全員で声かけ合って乗り切って彼らのために絶対勝とう。
くなり続けろ。師匠入りから。さあ、全員で行くよ、全員で行くよ。ベンチいるからね、走りましょう。チャンスを取りこそ冷静にな。最後だ。OK。苦しくなったら4人を思い出そう。行くよ。行くぞ。3000人のサポーター駆けつけてくれました。一言サポーターにメッセージお願いします。もう声もずっと聞こえてたし、あの点決めた後の雰囲気も最高でした。ありがとうございます。まあ、ああいった勇気をこうチームに、そして得点を入れた後ファンサポーターを煽るようなところもありましたけれども、
ああいったのはやっぱりサポーターの存在大きいですか。いやもちろん大きいですよ。でね、まあ、この1週間ね、いろんなことがあったと思いますし、みんなもね、辛い思いをした中で、この試合は絶対勝ちたかったですし、勝ちたかったですし、まあ、特に彼ら、ね、怪我してしまった4人のために勝ちたかったので、はい、良かったです。まあ、本当みんなで勝ち取った勝利だと思いますし、まあ、今日、ここにいるメンバーと、まあ、来てないメンバーも、本当にみんなで、まあ、1週間、まあ、いろんなことありましたけど、みんなでトレースして、みんなで掴み取った勝利だと思います。まあ、ここで満足しないで、またみんなで僕だけいいトレーニングして、また勝ち続けられるように頑張っていきましょう。お疲れ様でした。